見てください、この大きなログハウス。こちらのお店でいただけるのが、見たこともないこんなピザと、スモークたっぷりのローストビーフです。それでは行ってみましょう。ランクルで巡る日本各地の僻地飯。この細い道を行った先の左側にお店の駐車場があるみたいなんですけど、場所をお伝えしますね。ここは福岡県のこの位置、森のログレストランアラスカっていうお店です。ほら、大きくアラスカっていう看板があります。ここが駐車場なんですけれども、ここから150メートルぐらい徒歩でお店まで行かなくちゃいけないみたいなんで、ちょっと早巻きしながらお伝えしましょう。まずここにちっちゃな看板、アウトドアクラブアラスカで、ほらレストラン見えてきました。で、ここから今度下るみたいです。結構下りますよ、橋、小川、まだ先があるね。ふーっと行ってログレストラン見ながら、なんか超待ってるし、じゃあお店入っていきましょうか。階段を上るとちょっとしたテラスみたいになってますね。ではお店の中に入っていきましょう。おお、あ、こんにちは。どうも、お邪魔します。結構広いですよ。テーブルもいっぱいありますね。外に煙が出てたんですけど、ベーコンの燻製作ってたみたいです。厨房ではピザの生地を作ってました。伸ばして伸ばしてって感じで。で、びっくりしたんですよ、この見たことない形ね。さっきもちょっと見せましたけど、これが噂のボンバーピザらしいです。さあ、燻製のローストビーフも仕上がって、いよいよランチいただきましょうか。サラダにスープ、バケットもあって、コーヒーも欠かせないですもんね、洋食には。デザートもついてます。素晴らしいですね。おー、この音、見てください、この音、食欲そそりませんか。湯気が出て、あー、届けたい、この匂いを皆さんに届けたい。モニター見てください、コースのメインディッシュ、ローストビーフ、森のボンバーピザでございます。ありがとうございます。皆さん、これが森のレストランのスペシャルランチです。美味しそうでしょう。ではローストビーフからこだわりを伺いましょう。自家製のスモーカーで桜のチップを使用して3時間ほど燻製させていただいております、ね、いろんなお肉を作る過程で試してみたんですが、部位としてはイチゴの部分のお肉をですね、燻製に仕上げたものが一番美味しい味付けに。あと、なんといってもこのボンバーピザ、どういった発想から生まれたんですか？爆発するようなイメージで、まあ、中を開けて、まあ、皆さんに楽しんでいただければいいかなというところ。一般的な直火で焼くピザとは違いまして、ドーム状に仕上げておりますので、具材を蒸し焼きみたいな形で、基本的にはトマトのソースがベースになっておりまして、ピーマンだったりトマトだったり玉ねぎだったり、まあ、キノコが3種類ほど入っております。それに自家製の燻製したベーコンとスパムとサラミなどをご用意しております。燻製のベーコンは1日どれぐらい仕込むんですかね？1日1日で仕込みというのがですね、ちょっとやっぱり難しいものになるんですよ。3日間ほどマリネ液の中で仕上げて、だいたい1回で2キロほどは、なので作るのに、トータル
4日間ほどかかります。サラダも自家製のドレッシングを大体2週間おきほどで作らせていただいて、フレッシュな、玉ねぎと、お醤油とかです、和風仕立てでご用意させていただいて、ブリュレプリンに関しては毎朝あの鮮度のいい卵を使って仕上げてご用意させていただいている こだわりの一品になります、ね、さあ皆さん、森のレストランのスペシャルランチいかがでしたか。今回は撮影のためにローストビーフのランチにモンパーピザを加えてお届けしたっていう感じなんですけど、いやもうお腹いっぱいでしたよ。皆さんもぜひ福岡に行った際にはレストランアラスカ訪ねてみてください。これからもランクルで巡る日本各地のへきち飯お伝えしていきますので、ランクルでいろんな店に行ってみたいと思っている皆さん、チャンネル登録高評価ボタンよろしくお願いします。まあとは言っても今回はレンタカーで来ちゃってたんですけどね。それではまたお会いしましょう。